お疲れ様です。お疲れ様です。びっくりしました。SNS 小松さんの巨炭交差ですか？それはびっくりしたんですけど、いやそっちじゃなくて、はい。年間にまたその話します。それはもうやめましょうね。1時間半くらいの動画になってるんで。だいぶもう思い出したくない過去の出来事なんで。はい。はい。いや自分が聞きたかったのははい。フルが。それはまあ、いや、そうですね。大きな枠ではそうなんですけど、長年にわたって開発を続けられていた、ピュアフィッシングとの契約が終了ってのが SNS に。そうですね。まあまあ、本年度で終了ということで。24年間っていうと四半世紀ですよね。四半世紀になりますね。ギリギリ、まあ、足りてないですけど、1年。その間には年間優勝も数々あって、でもう今年にしてもものすごい戦闘力で、そうですね、まあ今年は僕が言った通り、過去最強に強いと、自分のことを思っていたので、まあそれより強いやつがいたというだけの話で、まあいい戦いができたと思ってる1年でしたけどね。今日は年末最後の動画ということで、その24年間のアブガルシア、ブランド、24年間を年末最後に1年間のこの最後に詰め込んじゃう。スペシャル企画です。そんなストレートなこと聞いてくるの釣り郷さんしかいませんよ。みんなオブラートに包んで話してるからね、今回。でもここはやっぱりこの後また時が経つとさらに話せなくなることもあると思うんで、これまで使ってきたアブガルシアの思い出ですとか、その竿作りにかける思いとか。ちょっと年末スペシャルっていうことでいろいろと語っていただけたらなと思いまして、語るっても、まあ、僕アブガルシアってブランド好きなんですよ、今でも好きですね。その最初の出会いはやっぱり、まあ父親もちょっと釣りをしてたんで、アブのリールはいいぞって昔言われてたことがあって、でまあバス釣り始めた時に、最初に買ったのはね、前もお見せしたかもしれないですけど、シマノのバンダムっていうリールだったんですけども、やっぱそのね、ショーケースの中に並んでる赤いやっぱりアブのリールにものすごい憧れを持って、それを買うためにお小遣いを貯めてっていうのがあったんで、まあプロになって、まあ、1年目2年目だったかな、3年目の春だなに、まあ当時のアブガルシアブランドを扱っているミアオピーっていうところからサポートいただくっていう話を受けた時はものすごく嬉しくて、本当今でもアブがまあ自分につくんだって思ってすごく感動したのを覚えてますね。だから当然そういう思いがあったんで、まあそのやっぱりね、その今度売る側作る側、まあそのね、そっち側に回っていくとどうしてもぶつかる面も嫌な思いする面もこれは仕事なんで当然出てくるんで、そういったこともあったんですけど、やっぱりブランドっていうのはものすごく僕はかっこいいと思ってたし、好きだったし、過去形で言ってますけどねで、まあ好きですし、まあそういうブランドだったんでね、24年間これをまあずっとやってきたっていうことにはすごく良かったなと思いはあります。途中フルーガーの方のブランディングを小森さんが担当されていて、自分もサンバイザーとか今大切に持ってますけども、今日もそうですね、これで、ね、ちょっと悔しかったんですよ。これは僕実はフルーガーって全く知らなかったんですよあの時まあフルーガーっていうブランドをやるんだって聞いた時に、へえそうなんだ頑張ってぐらいに思ってたんですよ。でまさか君がやるんだよって言われるとは思わなかったんで、まあ言われて、まあ言われた以上はね仕事なので、そのものを見た感じそんなに悪いものではなかったし、当時まあラブリールでは使ってなかったマグネシウムボディっていうスピニングリールもあったんで、まあちょっとやり方によっては、ただどこまでね自分の意見が通ってリールをチューンしてくれるのか、それがまああるいは新製品を出してくれるのか、あるいはどこまでねその広告塔として売り出してくれるのかっていうのがあったんで、まあその辺はちょっとまあいろいろ揉めもしたんですけど、まあ、フルガをやったのは全然ね僕はまあ良かったかなとは思ってるんですよ。だけどまあそれがなくなっちゃった時はね、すごいやっぱり喪失感と悔しかったですよね。自分の力でやっぱりそんなに売れなかったのかなって思う反面、そんなにやっぱり大きな権限を与えられてるわけじゃないですから、まあパトリアックになる時かな、その前シュプリームになる時かな、パトリアックから。それにはやっぱりちょっと意見をさせてもらったんですけど、まあ、大したこう変化もなく、まあそれがちょっとやっぱり僕は悔しかったなと。ただ悔しかった反面、一つのブランドを背負って頑張ったんだぜっていうまあ、その時にちょうどタイトルも取ってるんでね。そうですね、あの時、はい、フルーガーの3倍差でこう優勝してるっていうのはすごい。僕もあれは忘れられない。そのやっぱり自分に責任と立場ができたらやっぱり結果は出せるんだって自分で思ってたんで、まあ、今でもそれは思ってますけど、やっぱりそういう責任と立場、これが自分を強くしてるなっていうふうには感じてたので、それがなくなったのはちょっと喪失感だったなと。まあでもなくなったこととかはね、あんま言えないじゃないですか。契約なくなるんだったらね、その時にやめましたっていいんですけど、やっぱりその後もやっぱりアブブランドに戻ってやることになってたから、あんまりフルーガのこともその時言えなくて、その買ってくれたお客さんもいっぱいいる中で、僕も好きだ、使ってて気に入ってたリールだったんで、それをもう明日から使わなくていいよって言われたことがすごく悔しかったのを今でも覚えてます。ただスピニングは自分も当時2台、はい、3台ぐらい買いましたし、はい、やっぱり小森さんが自信持ってこれいいぜって勧めてくれてるから買っちゃおうかな。良かったでしょ実際。そうですね、はい、僕はすごく良かったと思って、はい、軽かったし、はい、当時ハイギアってね なかなか少ない中でハイギアだったし、はいはい、まあ僕はすごいリールは良かったと思ってますよ。はい。そのクルーガーが終わってからの、はい、フィアフィッシングでの活躍っていうのはどこら辺の時期に差し上げたの？まあファンタジスタをねそのちょっと前からやっぱりやらせていただいてて、そのファンタジスタっていうのともねやっぱりその最初は僕ここにいていいのかなっていう、まあその時無名だったんでそういうメンバーの中でやらせていただいて、まあ上野先輩からはお前なんかすぐ消えちゃうよぐらいに言われたこともあったんですけど、まあその中で自分でやっぱりブランドを背負った以上は。まあそのステディウスっていうブランドも自分でやっぱりそのねちょっと高級感、線の細い字で書いた方が高級感が出るかなって当時思ってて、でまあその高級感を出したブランド名を考えてこれでいこうと思って、まあどうやったら売れるかっていうので、まあその自分が一番やっぱり大学時代から通ってた亀山ダム、ここをまあターゲットって言ったら失礼ですけど、まあここをホームに頑張ってやっていこうと思って、まあしっかりと結果を残していったブランドであったので、まあその当時はね、スピニングロット、これちょっと前話しましたよね。スピニングロットっていうのは細分化されてなかった時代で、まあ、これを細分化していくことで、まあ、売れるアイテムを増やしていって、まあ、自分の活路を見出していってやっていったっていう、その、まあ、僕の中では、まあ、今でもやっぱり使ってくださる方は分かると思うんですけども、硬いライトアクションのソリッドティップっていうのは今結構定番になりつつありますけど、ファストテーパーの、まあ、あれは当時なかったテーパーで、まあ、ああいう差をでまあそのトーナメント結果にもつなげていってっていうのはすごくやっぱりいい思い出というか、まあファンタジスタもねその後どんどんやっぱ初期からナノコンポジットっていうブランクスに変わって、その後マイクロガイドシステム、それからタフブランクスってまあどんどん変わっていくんですけども、まあその中で全部その時代の最先端っていうのを捉えていこうっていうことでやってきて、まあ楽しかったですねとても。ただもう現時点で、はい、こういう状況だと小森さんも離脱されるってなると、はい、なんかその新しくステディウスが出るとも思えないんで、今店頭に例えば並んでいるステディウスシリーズとかっていうのはもう貴重なタブになってきます。そうですね、まあ僕は離脱というよりも、はい、まあ、会社の大きな転換期に、はい、まあ、関わったということなので、僕はその辺は、はい、離脱とは考えてないんですね、はい、ただファンタジスタシリーズはどうなるか知らないですけど、ステディウスに関してはもう新しいものも出ることもないし、おそらくもう市場にあるもので全て終了、もうほとんどないですけどね。ただはい、たまに一番最初期の、はい、3機種あるじゃないですか、スピニングの、はい、あれがミントコンディションであったりするんですよ、はい、買っちゃいますからね。まあアクション的にはね使える竿だし、今でも全然現役でいけるんですけど、やっぱり新しいものの方が軽いんで、そこはね新しいものを取ってほしいなとは思うんですよ。ただそのまあ古いこれ小森さんの作ったスティウスの初期型だぜっていう情報があって、もしすごい価格の値段で手に入れることがあったら、ぜひその竿に一回触れてほしいなと思うのは、僕は竿を作ったことによってその後やっぱトップBTのV3 っていうことを達成できてるし、飛躍的にやっぱ竿のおかげで成績が出たと思ってるので、まあとっても感銘を受ける方もいるんじゃないかなと、思ってます。実際小森さんなんか全然知らなかったんですけど、竿が良くて、この竿が誰が作ったのか知りたかったらあなたにぶつかりました、ファンになりましたって言われたことが僕3回あるんですよ。はい、竿が僕より先にこうお客さんの心を掴んでたっていうのがすごく逆に嬉しかったなと、そんなこともありましたね。自分もどちらかというと、はい、小森さんが時田ボートでガイドサービスやられてるっていうのはもちろん知ってましたけども、はい、道具から60ULS も今度これすごいつるんだこのサボテン。そうですよね。それでお母さんに、うん、プレゼントしたか貸したかして、よかったこの小森のガイド乗ってみたいってお母さんが言ってくれたのが、そうですね。そう、釣り子一家との最初の出会いですからね。うちの母親の小森さんガイドを誕生日プレゼントだったから、はい、そうですね。それでそんな小森さん気になるんだったらガイド持ってきなよって言ってプレゼントしたんですよね。はい、それ竿からでしたもんね。そうですね。はい、竿がいいから気になるって言っていただいたのを覚えてますね。そうです、そうです、そうです。まあ、そういうまあきっかけがあって、まあ、すごくその竿には僕はファンタジーっていうのは逆に助けられたなと。竿からね、自分の不安やお客さん掴んでるわけですから助けられたなと思ってます。途中ピュアフィッシングでいうと、その辺りで、はい、ホローベリーの一大ブームなんてのもありましたね。そうですね、まあ、辺からちょっと僕はね、関係性がぎくしゃくしてるかもしれないですね。いや、言えないことは言わないただそれぐらい言ってもいいじゃないですか。ただ、小森さんが釣り方を広めてくれたから、だってあんな上のレンジを時期にかかわらず、あれ11月の、いや、それ以前に僕ホロベリーっていうのが日本に入ってきてすぐに会社に「何すかこれ」って言って、今度これアメリカから来たやつ、まあ、売らなきゃいけないんだよって言われて、これすごい釣れそうじゃないですかって言って持って行って、でも会社に何パッケージしかないって言ったら全部送ってもらったんですよ。で、他の人に見せてないから見せないでねって言われてもらって、それで高滝ダムのトップビューティーで僕準優勝してるんですよね。あ、はいはいはい。まあそれがホロベリーだったんですけど、まあその実際ね、もうワームに関しては僕がまあ気に入って、僕が仕掛けたっていう自信はあったので、まあ正直ね、僕はホロベリーっていうのは最初まあ僕が使って、まあそれからね、まあ亀山で一緒にやってたハブプロも手伝ってくれて、で、まあ、彼が結構使い込んでくれて、それが地元で広まりましたよね。まあ、そういう思いはありますね。はい、あれがバークレーブランドも担当していた頃に一大ブーム。担当はしてないんですよ。僕はゲイリーなので、ワームは、はい、あくまでもゲイリーなので、はい、あの時やっぱピュアフィッシングが立ち上げたばっかり、まあね、バークレーブランドをやっぱ始めたばっかりっていうのがあって、まあ、その中でピュアの、まあ、一番看板をやらせていただいてたんで、まあ責任があると思って、使い分けられる部分をしっかり使い分けて使ってたっていうところはありますけども、まあ、僕はバークレーブランドを背負ったことは一度もないと自分では思ってます。まあ、糸がねバークレーだったんで当時、はい、そのイメージで。そうですね。リールについてはベイトリールなんかは、はい、数々の新しい機種使ってこられたと思うんですけども、はい、何か言える範囲で良かったところとか、こういうリールに思い入れがあるとか。そうですね、まあ、リールに関してはフルーガー、まあ、これがまあ一番自分の、ね、やっぱブランドもあったし、ね、機能云々というよりもかっこよかったですよね、リール、まあ、ベイトの方特に。まあそれもあったし、まあ、あとはそうですね、自分が入った時はやっぱり今井さんの作った、SX モラムでしたっけ、作った時今井さんの関わったあれがすごくやっぱかっこよくて、丸型リールのもう派生系というか、まあ、あれ完成形で先丸型リールってないのかなって思うんですけど、まああれはすごくデザインも良かったし、まあ僕はね投げるのがすごい苦手で、リール実は。本当にリール使い出して巻物をやめちゃおうかなと思うのに巻物を投げられなくなっちゃってまあね、リールってすごくね一つ一つ癖があるんですよ。実際まあ今年なんかもリールの頭数が足りなくなっていろんなリールを使わせてもらったんですけども、やっぱりね癖があって、若干リリースポイントが変わるんですよね、サミングの。でこれが分かるまではこのリールダメだとか、だから普段ハブ使ってる人が違う会社のリール使うとダメだと思ったり、普段違う会社のリール使ってる人がハブ使ったらダメだと思ったりすることってあると思うんですよ。それ全部気のせいだと思ってるんですよ。全部フィーリングがちょっと違うだけなんで、合わせれば使うんですけど、まあモラムは僕全然フィーリングが合わなくて、合わせる前にもう次のモデルが確かロープロファイルだったかな、出ちゃったんで、そっちに切り替えていったんですけども、まあでもモラムはすごくかっこよくて好きでしたね。でまあ今のレボ、レボっていうブランドっていうか商品が、出てきたのが何年だったかな、あれ LTX とかでダーンってなんかこう浸透した印象はありますけど。そうですね、ビートフィネスの一番最初の頃を支えた。いやもっと前じゃないですか、確かレボの、ね、LTX と LT と SX ってのがあったんですよね、はい、で僕ねあれ SX しか使えなかったんですよちょっとねブレーキがやっぱりタイミングが合わなくて、本当わがままなんですけど、やっぱり僕自身はすごく自分のフィーリングがあるみたいなんですよ。まあ、実際こだわりは持ってないんですけど、ぱり投げられないって1回なっちゃうと本当投げられなくなっちゃって、まあ、あの時は確か SX っていうシャフトの入ってるスプールがついてるやつばっかり使ってましたね。まあ、その後僕は GPI さんからやっぱりチューニングを受けることになって、で、まあ、フルーガーから帰ってきてからですね、930Pro っていう、GPI のチューニング、エリートのチューニングだったかな、それがまあやっぱすごくやっぱ投げやすかったので、それをベースにもう一回レボを使い出したら、まあすごくレボもしっくりときて、まあ、その後 LV7 っていうリール、これを一番愛用してたかなと思ってます。 LV7 が一番使ってたかな。その後まあ BF8 が出てからはやっぱギア比が8対1っていう、そのギア比はねやっぱりすごく魅力なので、それに切り替えましたけど、まあそんな感じでアブリールのベイトリールは使っていったなという感じですね。はい、これからは、まあ、ちょっとこういうタイミングになってきたんで、はい、来年2022年以降は、はい、いろいろなリールを使うっていう小森さんが見れるっていう感じです。そうで、まあ、そのね一番大事なのはね JVE の協賛をやめちゃうんですよ、アブがあるピアフィッシングさん。あ、それも告知されてますよね。はい、はい、それで、まあ、商品のねその宣伝とか表示っていうのが、僕もプロなので、そのプロ協会の中でやる、これは当たり前のことだと思ってるので、その中でやっぱりねそのアブリールを使っていくことっていうのは、まあ、若干難しくなってくると思うんですよね。まあ当然今までの発売されたものに関しては使って問題ないと思うんですが、新しいものに関してはまあそのロゴを消したりとかそういったことをやっぱしなきゃいけないと思うので。難しいかなと思ってて、まあそんでいろんなリールを使いたいなとで思ってます。まあまあ正直言ってなんだろう、その、まあ、リールってアブだけじゃないじゃないですか。まあ、もちろん他の会社だけでもない、いろんなものが世界中見たらもうすごい量があるわけですよ。でも基本的な構造って一緒で、最初に言った通りちょっとしたフィーリングが違うんですよね。だからもっと自分にこういうことしたいなと思った時に合うリールがあったりとか、こういうことしたいんですけどって聞かれた時にこっちがいいですよって勧められるリールがあったりとか、そんなこともあるんじゃないかなと思って。ただまあフィーリングもあるんで全部違うとすごいやりにくかったりもするから、まあそれにこれがいいなとかいうことに気づけるまでやっぱりリールをもう一回一から、まあというのも僕ここまでやっぱりアブとフルーガしか使ってきてないんですよ。たまに投げさせてもらうこととかありますけど、使い込んだことがない。だからいろんなリール使い込んでみないとやっぱりリールのことって語れないと思うんですよね。まあアブしか経験してない僕がリールってこうなんですよって言ったって、違う会社を使ってる方からしてみればアブしか使ってないけど、ね、そんなこと言ってんじゃねえよって言われちゃうじゃないですか。これをまずなくしたいなと、先にいろんなもの使って、そのあこのリールはこういうふうに目的で作られて、こういうところに適してて、自分にはこういうフィーリングでこっちが良かったなとか、そういった話をやっぱりちゃんと向き合ったお客さんとしていきたいなと思ってます。自分的にはそこの小森さんのスーパーロット群に、はい、大好きなグラビアスとかがやられてたりする、そういうのもちょっと試されたりしてるんですか。グラビアスに GPI アルカンセにこれなんだろう、台場のジリオン SVTW、 それからアルデバラン、この辺は全部自分で買いました。この辺の使い分けた、はいはい、こんな感じだと思ったよっていうすごい生々しい話が今後小森さんから聞けるのかって思う。そうですね、まだまだいっぱい使うつもりでいますよ。どんどん使っていかないと分かんないんで、どれが一番いいのかとか。でも高いの買えないんでね、そこ困ってますだって5万とか今までリールで払ったことないじゃないですか。すごいカメラボコボコに買ってるじゃないですかカメラは趣味いやいや、これは正直そのね、まあ趣味じゃないからね、その1個お試しで買っていくわけだから、やっぱなかなか5万お試しって難しいですよねまあそれ冗談です、冗談です。まあ買って使っていきたいと思ってます。正直ねやっぱ安いもんじゃないじゃないですかリールって。まあなので、まあどれがいいのかしっかり自分で見極めて、これだって思うものを、まあ正直このグラビアス、田中さんも使ってるんですか。グラビアス使ってます。これを開発した青木さんっていう、まあ、昔から僕お世話になってる、まあ、友人って言っていいのかな、まあ、向こうの方が年上なので友人っていうのもちょっとあれなんですけど、まあ、すごく本当僕の駆け出しの頃からの知り合いなんですよ。でやっぱ釣り具に対する思い入れとか、そのちょっとでもいいものを作りたいっていう気持ちのすごい強い方で、その方がねやっぱチューニングしているっていうのはすごく魅力があって投げさせてもらって、まあ、すごく投げやすいし。で、まあ、GPI、これに関してはやっぱその、まあ、GP3 っていうのはスプールが出てるんですけど、これをねモリモリにした GPI 完全フルチューンリールっていうのを実はこの間 KOK の、直前に作ってもらって、試合の直前まで僕試せずに試合できない投入したんですよ。初日の、V を見てもらった方は分かると思うんですけど、X7 本を投げてたリール、あれがそうで、あの日初めて使ったんですよ。でも生まれて初めて使っても何のトラブルもなしに、比較的軽い X7 本を1日投げ続けて何のトラブルっていう、やるなと。やっぱりまだ底力は GPI あるなと思ってるんで、こういうチューニングリールもすごくやっぱり、面白かったし、で、大和さん、ジリオンかな、これもね、ちょっとたまたま、試合直前に、あれも KOK の直前に、試合の前ですね、今、ベトリールちょっとぶっ壊れちゃって、で、ちょっとそういった意味で、新しいの試してみようと思って、手に入れたんですけど、これもスプールを入れてもらったんですけど、なかなか僕はフィーリングは良かったかなと。もちろん、VF8 なんかはまだ、ね、最後の方に送ってもらったやつとかまだ全然現役でバリバリでいけるんですよね。これは全然使っていくつもりでいるんで、最初のやつはね、もうさすがに使い込んで、本当にもう野球部の時のユニフォームのように擦り切れまくってるんですけど、そんだけの、使い込んできてるものはさすがにもうこれ以上はちょっと使えないなっていうのもあるんで、使えるものはまだ使っていきたいとは思ってるんで、そんな中でね、やっぱ使い分けってなかなかしないじゃないですか、プロってみんな。数少ないいろんなリールが使い分けられるプロになりました。そうですね、海外もメーカーとかいろいろな中で、そうですね、小森さんはずっと、小森さんはハブだしなっていう印象がやっぱり一番あるんで、それが来年からまた新しい展開っていうのは、すごい楽しみな、勝手なこと言うと、楽しみなとこではあるな、ぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。僕自身もやっぱりハブをやめて他のが使えるよっしゃっていう気持ちも実はないんですよ。これは本当にないです。正直ハブに慣れちゃってるんで、実際こうやっていろんなリールを買ったり使わせてもらったりして使ってみましたけど、やっぱりね、これは悔しいですけど、ハブが使いやすい僕は今はまだね。だから正直さっきそこそこって言っちゃったけど、そういう意味なんですよ。体にも染みついた全部癖とかが、そうです。僕のフィーリングがやっぱハブで出来上がってる。だからちょっと悔しいんですよ。フルガーの時さっき言ったじゃないですか。フルガーも悔しかったんですけど、ハブに関してはね、もう、今年最強だって言ったじゃないですか。その最強の右腕を担ってたわけだから、やっぱりね、悔しいですよね。これは、そういう意味で、やっぱり、自分にとって最強の武器だと思ったものが、これ以上は、使っていくのが難しいっていうのは、ちょっとやっぱり悔しいなと。もう一回自分の最強の武器を作り直さなきゃいけないんだよっていうそれ悔しいさもそうですよ。ちょっと聞きづらいところではあるんですけども、トリプルコラボで展開していた、コンクルージョンの差は一旦ちょっと仕切り直しという、そうですね、今年11月発売予定でつりこさんの方でも発表させてもらったんですけど、6号の MLS っていうソリッドティップのベトロットかな、これが制作中だったんですけど、これはもう中止になりました。で本当はね、これ1年間で2本から3本、5年ぐらいかけて15本以内の、竿を作って、僕自身の、ブラックバスフィッシングの完成、竿はもうそれで完成させちゃおうと僕は思ってたんですよ。一生使える竿を作ろうと。そのプロジェクト自体がね、もう、初っ端の段階で頓挫してしまったってこともすごく悔しく残念に思うんですけども、一応終了ということで、ただ、コンクルージョンで竿をやることは終了したわけではないので、僕の目標である、やっぱりバスフィッシングをコンプリートさせるために必要なロットっていう、それは目指して、来年以降出していきますし、すでに出してありますハブガルシアエンジンのコンクルージョンのトリプルコラボで作った64の LS と68の LS っていう、この2本は僕のコンプリートラインナップの一つです。なので、これになんか変わる、同じ64とか68とかのミドスト用のテーパーであったりとか、バストテッパーのオールラウンドロットであったりとかっていうものはおそらく今後作らないです。なので、SNS の方にも書かれてましたけど、もう一回デリバリーがあるんですね。もう一回デリバリーあるんですよ。これギリギリなんですよ。これ、正直このデリバリーに関しても、この12月過ぎてしまうともう宣伝できなくなってしまうので、なので、申し訳ないですが、ちょっと過去を遡って使い方とか見てもらいたいんですけど、64に関してはもう、ミドスト、それからダウンショットの一点シェイク、あとミノンのただ巻きとか、とにかく竿を曲げながら使うアクションに関してものすごく長けてます。で、本来そういう竿って作ると折れちゃうんですよ。多分いろんなメーカーがミノスロットってレギュラーテーパーさん作ったと思うんですけど、ぶっちゃけ折れるっていう話は聞いたことあると思うんです。あいつは折れません。実は琵琶湖で、59まではミドストで上げてます。そういうロットなので、僕も正直今トーナメントで必ず4本は持っていってるし、スペア合わせて、もう2本ぐらいはキープしておきたいなと自分で思ってます。で、一方68に関しては、パワービネスもできる、オールラウンドのスピニングロット。おかっぱりでやるには最高です。P も使えますし、トーナメントでやるんだったらちょっと遠投を狙ったりとか、あるいはパワービネスで軽いものをやったりするのに適してるっていうロットで、正直、最後のデリバリーになってしまって本数はすごく限られるんですけども、これは手に入れてほしいなと思います。実際その初期の 60ULS もそうでしたけど、ステディウスのコンシゲックスエンス3ですね、60S3。これも実際すごく手に入らないことになっちゃってて、で正直某通販サイトの値段とか見るとすごい金額になっちゃってるじゃないですか。なので僕は自信があるんですよ。僕の道具は瞬発的に触れないかもしれないですけど、絶対じわじわ当たり欲しくなりますから、ぜひ押さえておいてほしいなと思います。難しい話なんですけど、小森さんはこの12月31日で、ここら辺をPR することが難しくなって、別に自分とかが勝手に YouTube とかではこれいいよって言ってその JVE プロであるから、やっぱり協賛してないメーカーのものっていうのは告知できない。これはもう当たり前のことじゃないですか。母体のサポートに受けてないものは露出できない。こんなのプロだったら当たり前の世界、プロ野球だってそう、メジャーリーグだってそうなので、露出はできません。それは協賛をやめてしまった皆さんの責任です。僕はそれはできないと思ってます。なので露出はできません。ここが難しくて、一斉に SNS で、Twitter とかで、ピュアが今年で、でも、道具作りをやめるわけではないんで、って告知があって、で、小森さんの発表があって、で、自分の知ってる SNS とか、ちょっとピュアの協賛は終わりです、みたいな感じで書いてあって、そこが、ちょっと自分、分かんなかったんで、一般人なんで、そういうことなんですね。そうですね。でもどうなんだろう、新製品が出るかどうかも含めて、僕はピュアさんのことは今分からないんで、全くその来期以降のそのプロジェクトとかビジョンっていうのは僕は耳に入ってきてないですから、正直どうなっていくかは知らないし、知る必要もないっていうところですね。離れるってのはそういうことなのかな。だから自分も想像してなかったんですよね。僕はね、バスプロをやろうと思った時からスポンサーとの関係性っていうのは一度すごく失敗したこともあるんで、失礼な言い方をすれば対等にいたいと思ってるんですよ。これは小森っていう個人事業と、会社ですけど、メーカーっていうところが、やっぱり対等にビジネス関係の契約を結ぶっていうことがスポンサーと契約だと僕は認識してます。で、もちろんスポーツ選手なんだから、優勝したりかっこよくして、そのイメージに乗っかっていくっていうサポートっていう、完全に谷町みたいなサポートっていうのももちろんあることはあるのかもしれないんですけど、釣り業界はそういうニュアンスでは僕はないと思ってます。実際そうやってもらった方がはるかに楽ですよ。ただ単に強いから応援してますってお金もらえたらどんだけ楽か。でもそんなことはやっぱりおかしいじゃないですか。そうやって、自分も結果を残していきながら、やっぱりメーカーのイメージになっていく。僕がずっと成績が悪かったら、僕しかサポートしてないメーカーがあったとしたら、そのメーカーのものを使っても釣れないんじゃないかってなっちゃうじゃないですか。僕が強ければね、実際看板背負ってれば同じぐらい釣れるんじゃないかっていう期待感を持ってもらえるじゃないですか。それと同時に僕らもサポートを受けてるものをやっぱり中心に使っていくから、そのものの使い方であったりとか、誰よりも僕に関してはゲイリー商品の使い方っていうのは誰よりも知ってたい。僕はそう思ってるんですよね。それを伝えていきたい。これがいい関係を保てることなんじゃないかなって僕自身は思ってるんですよ。そういうあり方だと思ってて、実際売るものがなくなってしまったり、方針が違ってしまったりすると、それはもうやっぱいい関係ではないわけだから、仕方がないと思うんですよ。だから僕は正直業界狭いですからね、何言われてるか分かんないですけど、僕は思ったことはちゃんと言うようにしてます。それがワークテック取れる方には悪く言われちゃう時もあるし、分かってくれるところは利用してくれるし、僕は利用されてなんぼだと思ってるんで、立場的に。利用できなくて小森ムカつくから使わないでおこうって言ったら、まあ、契約してる意味もないですよね。だから、どんどん利用してほしいと思ってやってるんですよね。利用価値があるかどうかっていうのは自分で PR をして、トーナメントで勝ったり、ブログ更新したり、ね、釣りにあっちこっち行ったり、いろんなジャンルの釣りに手を出したりして、日頃切磋琢磨をして自分のブランド価値を上げてるわけじゃないですか。まあ、そういう関係性だと思ってはいるんですよ。当然、トーナメントっていうところにおいては、まあ、そのサーキットに対して協賛をしてるかどうかっていうのは僕にとっては大きなところで、なぜならその協賛が僕らは賞金になり活動意欲になりっていうところだから、当然協賛なきメーカーのものをあえて使うとか、ただお金やるから頑張ってよって言われてもいらないよそんなお金って僕は思っちゃう性格をしてるんで、ただ単に仕事としてこういうことやりましょう、そのためのあなたの給料はこれだけです、だからこんだけの仕事してくださいって言われる方が僕はいいかなと思ってるんですよね。でスポンサーさんとはそういう関係性でいたいなと自分は思ってはいます。だからこそずっと現役のトーナメンターでいたい、現役のプロでいたいと思ってはいますね。まあ、正直ね、そのこのピアフィッシングとの契約が終了したって一つのことに関しては、一つの側面からどうしても語れないことがいっぱいあるんですよね。だから僕だけの意見を僕が一方的に言ってる、それ違うよってピアさん言っちゃったら、それは揉めることになってしまうし、まあ、僕は終了したっていう形を言ってる通り、終了したんですよ。で、その様々な出来事っていうのは、ブログに書いた通り、ピアフィッシングさんの大きな方向転換の、タイミングなんじゃないかなと、僕は思っていて、今後のピアフィッシングの発展をもちろん心から、祈ってますし、もちろんだから向こうも、きっと小森つぐい子の今後の活躍を祈ってくれてるんだと僕は信じてます。そこは確認し合えないですけど、この VTR 見たらピアさんは気づくかもしれないですけど、僕は確認しようがないですけど、やっぱりそうやって思ってると思うんですね。24年間に関しては、僕はやっぱり、あえて感謝っていう言葉は使いません。さっきも言った通り、スポンサーさんと自分っていうのは、対等な関係であるべきだっていうふうに、僕は自分に言い聞かせてプロ活動をしてるので、これは、言い聞かせてって言った通り、そう思えないところもあります。本当に頭下げなきゃいけないなって事案もいっぱいあるんだけど、でもそこで頭下げるんじゃなしに胸張って次の仕事をもっといい形にしようって思うのが、僕のプロ意識なんですよ。これはごめんなさい、分かってくださいって今でも言いたいです。だから黙っとけば契約金もらえるんだから黙っとけばいいじゃんって一人も言われたことあるんですけど、いや黙って契約金もらうぐらいだったら文句言って下がった方がいいよって僕はそう思うんですよ。だから逆に戦ってこれるし、それが僕の強さでもあるし、そういう意味ではね、やっぱりなんていうのかな、終わった後も、そういう気持ちでいたいなとは思ってはいます。だから本当は感謝っていう言葉を使わなきゃいけないんでしょうけど、僕はちょっとその言葉が出てこないんで、向こうが感謝してるって言われたらこっちこそって思いますけど、それをね、確認し合う、ことがもう今後できなくなってしまったわけですから、あえてそういう言葉は使わないですね。今までの20年間ありがとうございましたって書く人もいるとは思うんですけど、僕はそういう言葉は使わないかな。だからちょっとトゲがあるように聞こえるかもしれないですけど、別にそんな意味ではないんですよね。これは一番せっかく釣り子さんが今日来てくれて語っていいっていうんで、一番語りたいことかな。身近な人はね、それは僕の愚痴も聞いてるし、僕そういうね、飲み屋トークみたいなことはいっぱいしてきてるけど、本心はそこかな。感謝もあります。だけどそれは言葉にしないで仕事で返すべきことだと思ってるから、もう終わってしまうんであれば、言葉にもできないかなと。思うし、なかなか難しいところですよね。これね、本当に僕自身もね、スポンサーってね、ずっと変わらなかったんですよ。昔一社ちょっとなくなっちゃった会社もあるんで、そこは置いといて、一社ちょっと揉めて辞めたところはあるんですけども、そこもなくなっちゃいましたけど、僕自身はやっぱり基本は揉めたくないんですよね、あんまり。考え方の違いが揉めるになるっていうのが僕はちょっと違ってて、考え方が違うことをぶつけ合うところまでは喧嘩だと思ってないんですよ。考え方が違うって当たり前じゃないですか。僕と田中さんだってしょっちゅう揉めてるけど、いや揉めてないです。揉めてると僕も思ってないです。考え方が違うことをそこで確認し合ってる事象だと思ってるんですよ。そうだから基本的にスポンサーさんをどっか移籍するっていうのはいろいろ勘ぐられるから嫌なんですよ。揉めたんでしょう、よかったねとか。やっぱそれもまあいろんな見方によってはそういう風になるのもあるから、いろいろ言ってくださる方に対してはまあそういう見方もあるねっていう風には取れるんですけど、僕自身はやっぱりそのねまあ嫌だったっていうのは実際まあこれは本音ですね。まあ喜んで辞めるわけでもない、喜んで辞めて負け惜しみを言うわけでもないし、そのなんていうのかな、すごくフラットな気持ちでもう終わりなんだなぁ。その24年間の間にだって3回の年間優勝があって、はい、対等っていうかもうなんというかとんでもない位置でメーカー対小森嗣彦さん、まあでも言っては相手はメーカーさんですからね、喧嘩しちゃダメですよ。いやいや喧嘩とかではなくて本当に全てもう力でこうやって積んだよっていう感じの強さがあった。24年間だったんだから、まあ最初がそうだったんですよ。ビアフィシカさん、まあ、前身の間宮さんと契約したいから僕はペイペイだったから、だから見返してやろうっていう気持ちはずっとありましたよね。だからそれがあったから今があるんで、それに関しては、まあ、ビアフィシカさんというよりもその環境ですよね。やっぱすごいプロがいっぱいいたんで、そういう環境の中に自分がいたっていうのがやっぱりそこは感謝してるかなと。ああいう素晴らしいまあ、今井プロであったり、川辺プロであったり、それこそまあ青木プロであったり、そういう素晴らしいライバルたちと、まあ、成田プロであったり、そういう素晴らしいライバルたちと同じチームでやらせていただいたってことはものすごく感謝してます。こればっかりは僕はいくら対等にいたってできないことじゃないですか。これは今でも感謝してるかな。やっぱり、ピュアフィッシングに行ってやってたことに関しては、今言ったメンバーの方がいなかったら、とてもじゃないけど、ここまで。ファンタジスタって頑張れなかったし、僕自身だってモチベーション上がってこなかったしっていうのはありますよね。ファンタジスタのブランディングで、そのファンタジスタっていうブランドの下にそんだけこういろいろな個性のトッププロの方がいて、小森さんがいて、でまあカラーリングが違ったりしていろいろな展開があったじゃないですか。はい、あれ本当になんか楽しかったなと思って。そうですね、まあああいうことに含めてもその入り口から提案もしていってるし、こうやって色変えましょうとかね、まあ、そういうのがどんどん反映されていったっていうのもやっぱ仕事やってて面白かったですよね。まあまあ時代が大きくねやっぱ変わってきてるんですよ。そういう中でまあ右に行っちゃう人もいれば左に行っちゃう人もいると思う中で、やっぱり俺は右だと思ってたけど左に行っちゃったってここでじゃあなバイバイってなっただけかなとは思ってます。だからまあ本当にね残念としか言いようがないんですけど、まあそういう。ねえ、まあ残念っていうのか、まあそんな感じですね。難しいですね。難しいですよ。そう正直、まあ一番困るのは、まあ僕も何年か前からそうならないようにちょっとずつ変えていたっていうのもあるんですけど、全身アブだったら困りますよねこれね。そうだからコンクルージョンの最初こういう構想で考えてるんだって聞いたときに、はい、なんか嫌な予感じゃないですけど、なんかまあでも。自分のイメージはもう全身アブの全身フルーガーの小森さんってイメージだったんで昔は。僕ね生き方が下手ですけど先見の目だけはありますから先はある程度は予測して動いているので、まあコンクルージョンというブランドを立ち上げたのはまあこの時話した通り、やっぱり自分のバスプロシェのブランディングっていうのがやっぱないと自分の PR っていうのはすごく弱まってしまう。当然いろんなメーカーさんにまあプロモーションを委ねていてもやっぱりまあこれも何度も言ったと思うんですけど、時代の主役はもう20代です。メーカーさんが20代を使いたいって言った時に僕は抗う必要がない。どうぞどうぞ僕のかかってるメーカーですから、もっと20代使って今後のこともやっぱりやっていかなきゃダメでしょって逆に思っちゃうぐらいなんですよ。だから、まあ、それに抗う武器として自分のブランドを持ってなきゃいけないなっていうふうに思ってやったっていうのが一番ではあるんで、まあ、結果こういう形でね竿はコンクルージョンで続けられるし、そういう風になったのは、まあ、たまたまだと思っててください。まあ、ある程度の予測はしてたとはいえたまたまです、はい、ただコンクルージョンがこれから新しいステージに突入して、はい、次出る3本目っていうのはちょっといつになるかわかんないけど来年です。来年。あ、本当ですか。はい、大事なのはやっぱり自分がバスプロとしてどうあるべきかっていうのはいつも自分に問いかけてるんですよ。まあ意外とねそのいろんな面を人間で持ってていいと思ってるんで、僕自身もその試合の緻密さとは比べられないぐらいダメな時もあるじゃないですか。だらしないところももちろんあるし、でかといってねその専門知識に対して疎いところもあったりとか、この業界にいるのにそういったところもあるんですよね。まあ、そういうところも全部含めて小森次彦なんですけど、そういう中でやっぱりそのこうあるべきだと、それはもうバスプロとしてっていうことに尽きるんですよ、僕は。これだけは言えます。まあまあビアフィッシングの話ですね。まあ一言で言いましょう。一言で言うと、24年間付き合っていた彼女と別れたなっていう気分から今しかもまあなんていうのかな、一方的な喧嘩別れじゃなしに、まあ向こうに好きな人ができたっていう感じだと思ってください。ちょっときついじゃないですかそれ。そういうじゃあじゃあ24年間も付き合ってきて、夫婦ですよそれは。24年間も付き合ってきてですよ、向こうに好きな人ができちゃうんだったらそれ僕の責任じゃないですか。24年間も一緒にいたのに嫌われちゃうなんてそいつの責任でしかないと僕は思ってますから。嫌われたわけじゃないです。嫌われたわけでも多分なんか方向変換、違う人が、まあ、もうちょっと令和な顔した人が好きになっちゃったわけですよ。もう昭和のおっさんはいらなくなったわけですよって思ってもらえればいいのかなと。で僕はそれに対してまあ男なのでかっこつけて、まあ君が幸せになるんだったらそれでいいよって言いたいなっていう気分で言うという感じなんですよ。わかりやすい。ありがとうございます。まあそういう感じで取ってもらえたらいいのかなと思ってます。まあね、ぶっちゃけもう終わってしまった話に裏切り節はないし、来年だったら綺麗さっぱり忘れてると思うんですよこれ。来年だったらというか年明けたらすぐ忘れるわけじゃないですよ。シリーズ立ちまったら僕は試合に集中するんで。正直、まあ、そこの手元にあるリールを見たり、差を見て、何か思い出してため息することは絶対ないです。そんな人間ではないです。でももうあっという間に年を越して、はい、準備開始して、はい、来年度のトレイルが始まります。はい、これ年末の動画なんで、はい、来年にかけての、意気込みと、あと、小森次彦ファン、大体1億人ぐらいの人が見てると思うんで、1億人ってだいぶですね、だいぶの人を抑えてるんで、はい、に向けての何か、メッセージをいただけると。2021年も、これで終わりです。まあ、正直、僕にとっては悔しいって一文字ぴったりっていう1年だった。それはいろんなことも含めてですね、まあ、今日お話ししてる話も含めて悔しいっていうのが今年の感じかなと思ってるんですよね。まあ、それはさておき、まあ、年を明けるので、そんなこときりさっぱり忘れて、来期のことを、まあ、前向きに考えますと。まあ、正直ね、コロナも、まあ、収束とは言わないですけども、まあ、一つ、やっぱり、目処が立ってきた。まあ、ちょっと今、オミクロン株でもう一波来そうだなってとこありますけど、やっぱりいろんな対策、薬もできたりとか、やっぱり動き方とか、みんなすごい2年間頑張って、まあ、とても、ね、前向きな未来が僕は待ってると思ってます。で、まあ、やっぱり、長く生きてるとネガティブなこともあるだろうし、続けていってるってことはどうしてもネガティブな耳に入ってくるしね、こうやって情報化社会になってしまうと、いい話よりもネガティブな話とか、炎上して、こう、拾いやすいっていう、まあそういうネット社会なのでね、どうしても心がちょっと疲れる人もいると思うんですけど、笑って過ごしましょう。とにかく。僕は2022年は絶対楽しい年になると、今でも、もう毎年と思ってるんですけど、特に思ってます。で、トーナメントに関しては、今年やっつけられたって言った方がいいのかな、倒せなかったやつですね。まあ、来年も、来年戦えると思うので、ぜひ、まあ、ね、また、勝負できたらなと思ってるし、またね、彼に匹敵するぐらい強いプロも出てきてますよ。青木優衣選手とか、まあ、20代だとそういう怖い選手も出てきてるし、それからまあちょっと今年最終戦前に30代ってちょっと元気なくなっちゃったけど、彼らって黙ってると思えないんですよね。やっぱりこの、まあ、トーナメントの舞台っていうのはそういう熱くてすごく真剣な、まあ、選手、プロたちが集まってきてるので、僕はそこにやっぱり自分の、まあ、エネルギーというか、自分のモチベーションというか、そういったのをやっぱりぶつけて1年間、まあ、ドキドキ、ハラハラ、必死になりながら、で、最後は笑って終われるように、まあ、そういう風に過ごしていきたいなと思ってます。まあ、コンクルージョンのこともね、引き続き、2022年には必ず次のモデルが発売できると思いますし、まあ、他にも、まあ、メガバスさんからも、いよいよ、IGX、これが発売されると思います。で、他にもいろいろと、まあ、企画がありますので、ぜひその辺は楽しみに、2022年も、小森次彦、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。最後なんでね、みんな手洗ったか、うがいしたか、風呂入ったか、いい指見ろよ、あばよって言わなくていいですからね。それやらなくていい。OK です。だからまだ待ってたので。まあとにかくね、あんまりネガティブなことはもうね、どうでもいいかなって、これ僕ね、年とともに本当にね、細かいことがどうでもよくなっていくんですけど、まあ本当にいい年の取り方を知ったな、今年はと思ってます。本当、ちょっと体がね、もうどこまでできるか分かんないところやってやろうと思ったんでね。いやーもうそうですね、12ヶ月こもりつぶひこも終わっちゃったんで、まあワープしましたけどね、6ヶ月ぐらいワープしましたけど、あれなんか来年2022年度はもうなんかそんな縛りをつけずに、なんか小森さんの直感で縛りをつけないと僕一生懸命やんないですよ、多分。いや場所的なっていうかモチベーションがトーナメントがない時だったら縛りがなくてもすごく一生懸命やれるんですけど、トーナメントの終わってすぐとかに何の縛りもなしに何にもできないんですよ。いややっぱ場所ですね。で小森さん言ってたじゃないですか、亀山湖を12ヶ月やって、はい、最初は俺もすげえいい企画だなと思ったんですけど、1ヶ月経って状況が何にも湖変化がない。そう、あそこの湖って不思議ですよね。突然季節が変わるんだけど、はい、変わったらまたしばらくそのままどんどん先細りになっていって、はい、でピタッと止まったと思ってしばらく釣れなくなったらバンとまた変わってっていう、すごいこういうなんていうかね、変わり方をしていくんですよね。あんな湖ってないですよね。なんかまさにそんな感じだった。そう、それが分かっただけでも12月やろうと思った会話あったじゃないですか。そうですね。はい。だからなんか一丁かみして、なんかどこどこ今具合いいみたいよみたいな楽しげなところを行ったりとか。いやでも僕亀山ダムが好きなんですよ。いやもちろんそれはすごく面白いんです、あそこやっぱり。あそこから数々の技ができて、私レッグアームとかは以前そうですね。はい。ホロベリーだったらそうですからね。そうですね。はい。なんか来年なんか。また小森さんが九州行ってたまたま時間ある時とか、はい、なんですかね、なんかどっかまあまあ暇だったらいつでも来てください。全然僕は大丈夫なのでっていうのもありますし、まあそうですね、僕自身はやっぱりそのなんていうのかな、やっぱり釣りのリアルを見したい、これはあるんですよ。だから釣り子さんに行く時っていうのは、まあ僕大学生時代から気持ちは戻ってるんですけど、学生気分で釣りに行くそれで釣れたら楽しかったじゃんっていう感じなんですよ。まあそれぐらいじゃないと正直試合の合間には持たない。そうですね、はい。いやだから後半もう本当だって1位取るか取んないかのちょっともうやばい感じになってたんで、はい、もう極力こう連絡をしないように。まあそんなの気付かなくていいんですよ。だってもう試合前のすごい電話でしたよ。まあそんだけみんなの気持ちなので、それは嫌だなと思う気持ちも、それもちろんね、試合前なんでちょっと寝たいんだよと思う時はあるけど、でもみんなの気持ちが電話になってきてるわけだから、まあ多分抑えられずに電話してきてる人もいっぱいいるんですよ。泣いてたいと思いましたよ本当に初日終わった後に泣きながら電話してきたりとか、まあそれを裏切る結果になってしまったんですけどそれは一個なしですけど、泣いてたいと思いましたよ。嬉しかったな、すごく。ねえ、どうして泣いてんのって言ったら、もう感極まって泣いてる人がいて、逆に言ったら2位になって負けちゃってブログアップした後に泣きながら電話してくれてる人もいて、まあ、すごく嬉しかった。どっちも嬉しかったです。まあ、どっちもうちの嫁じゃないのが残念なところ。あれどっちも男性だったらそれ残念なところなんですけど、まあね、すごくやっぱ嬉しかったっていうか、僕以上に、僕はそのね、始まる前に感極まって泣くこともなかったし、負けて悔しくて泣くこともなかったです。まあ、正直これが試合なんだっていうことをよく分かってるから、その試合の酸いも甘いも、っていう部分の薄い部分を今回は味わえたと思ってるんで、悔しいですけどね。でもね、その泣いてくれてる方っていうのはすごくやっぱり思いを乗せてくれてて、でもきっとその涙は僕がダメでもその人の人生でもすごく力になったと僕は思ってはいるんで、頑張れてよかったなと、そこまで思い込んでもらえてよかったなとは思ってますね。それでは皆さん、良いお年をお過ごしください。